ではさっきの続きからやっていきます。前回てかまあさっきリュカをオールスターでクリアしたので、まあロイで次はやろうかなと。まあ普通で、まあ、前回があったんで、もうあんまりね、もう稼いさえすればいいやと。まあ、難しいで言ったわけじゃないんですけど。え、天板で当たったら50。まあでもまあ、オールスター仕様だけど。鳳凰か。聖なる炎だったか。ちょっと全然いけないんだけど、そっち。うん、ハメはできるんだけどな。つえー。おかしいもん、あれで47食らうとか、普通なら。カウンター決めるぞ。攻撃せんのかい。今攻撃するんかい。あれ？今俺か？ なんかポケモンがやっちゃったよな。自分と対決する時が来るとは。まあ、シンプルで戦ったんですけどね。黒い影として。ステージはあんまり変わらないのか。ちょっと怖いな。囲まれるとさすがにこの人数だと怖いな。動きが把握できないからな、完璧に。うわ、なんかやばい気がする。なんか嫌な予感がするな。なんかさっきもこんなところで俺は落ちたような気がするんだけど、落ちてはないか。うわ、危ねえ。剣士同士は怖い。うん、待って、危なっ。意外とあんなに生きとったんや、すげえな。え、マジか、そういう生き残り方あるか。オッケー。なんでさっき復帰阻止したのに。いや、運あるね。1.35倍か。なんで1.35倍？てか、ハートの器とか全然使ってよかったんだ。あんまり、そんなに長いわけじゃないんだね。まあ、当然か、こんな戦ってるし。おー、うまい。今のはうまい。自画自賛してもいい。ちょっと何これ、神業。おお、怖えな。うん、着地点が悪いよ、それは。よかった、やっとコマンドできた。あんまり抵抗しないからな。
いや。ああ、いや、ステージ7までか。さっきもちょっと最後でね、気づいたんですけどね。前回の最後で。いやー、どうかなー。あのメンバー、まあいやー、いける。自分を信じよう。シャトルループ。丸焼きにしてやんよ。剣、ちょっと待って。剣で勝てると思うなよ、メタナイト。激爆。怖えー、怖えー。まあね、ここら辺は。ちょっと怖い。おお、すげえ、結構食らうな、やっぱ、これは。ちょっと。なんなん、めっちゃ出てくるじゃん。オッケー。いやー、いいね。順調。さっきと全然違う。さっきじゃねえよ。リュウカと。まあ、実際もうさっきか。めるねー。オッケー。意外に剣士同士だとね、接戦になるんですね。TP 相手にはならないかな。うっと、危ない。また同じことを繰り返すとこだった。よし、ちょっとこっち来て。ちょっとこのステージ無理。波動拳。6万。オートスパイセン。またこの二人残ってるし。どうなるの？ちょっと待って、怖い。変にステージ移動しないでほしい、本当に。オッケー。いやー、動くステージやめてほしい。5まで来た。ひとまず順調。順調、順調。あのメンバーか。いや、もう、ハートの歌使っとこう。あと2回だし、これと。違う。これ合わせて2回か。また狭いステージなんだよな。普段ならいいけど、完全アウェイの状況でやるのはちょっと辛いな。3対1なんてアウェイ以外の何者でもねえよ。そんなでっかい体して隠れられると思うな。逆か。よし。絶好調。
でもないか。いいぞ、順調だ。順調ってことは怖いってことだ。これがラストか。ラストが6人ってことは、6体かな。結構、楽ですよね。最後にしては。まあ、音からしてこのステージかなと思ったけど。リトルマックは先に殺したい。倒したい。言葉がね。ちょっとね、乱暴になるときもありましたね。こういうゲームすると。こういうゲームというか、対戦ゲームというか、すると。あれ、いつの間にかリトルマック倒れてる。倒れてるっていうか、除外されてるっていうか。ちょっと待って。変に追い込まんで。オッケー。かっこいい。かっこいいぞ、ロイ。おー、一発でクリアできた。まあ、普通だろうけど。嬉しい。なんせこのフィギュアがかっこいい。あ、ロイの必殺技。なんか誰かと一緒だったような、このゲージが現れる感じ。誰だったかな？マルスだったかな？アイク？誰だったかな？アイクは違うか。マルスか。なんか誰か剣士でも同じような技を持ってたような。あれはウィーバンだったかな？ちょっと覚えてないです。僕は負けない。僕は負けない。コングラチュレーションズ。おーか。また鳥の丸焼きにするんだからね。キツネの丸焼きか。オッケー。ロイクリア。あ、ポイント的にはあんまり変わらない。ふぅ、今回は早く終わった。前回倍かかったよ。やっぱ4回もチャレンジするとね。まあ、詳しくはリュカの動画、お願いします。見てください。まあ次はリュウで挑みます。では。